高今期は台湾の政治家、元総統府秘書長、現在台湾団結連名主席、台湾師範大学を卒業後、アメリカのノーザンコロラド大学に留学、同大学で教育博士を取得。帰国後、1979年に台北市教育局長に就任し、その後も台湾省教育庁長,長、行政院大陸委員会主任委員、内政部長、 中華民国総統府秘書長、国民党秘書長などを歴任した。2000年、国民党から除名された李登輝と共に、国民党を離れ、李登輝率いる軍作会や台湾団結連盟に参画し、2007年1月26日、大連の第三大主席に就任。しかし、2008年1月、小選挙区制が導入された立法院選挙で苦戦を強いられ、 議席をすべて失った。同年5月、総統に就任した、バエーに、直談判し、大連の全立法委員、よりゆき美目を、流暢現内閣の行政委員、大陸委員会主任委員に送り込んだ。しかし、よりゆき姫主任委員が就任後、大連の意に反して、92コンセンサスを認める、発言をしたり、バエー政権の両岸政策に賛成できなくなったとして、 よりゆきびめに対しりくい会所委員を辞任しなければ、党籍を剥奪すると警告。結局、来は辞任しなかった。2016年1月17日党開票の立法院選挙で、大連はすべての議席を失い、翌18日に主席を退く意向を表明。ありがとうございます。